日本テクナートは第1回国際カーエレクトロニクス技術展においてトルクドライバーシステムを展示紹介しました。あらゆる産業製品はすべてネジ締め作業が生産工程に必要ですが、日本テクナートは時計のムーブメントという非常に小さなネジ締めの技術を活かして専用のドライバーツールとコントローラーを開発し、主に小型の精密電子部品装置など高精度を要求される敏感なネジ締め作業での微小トルクの制御技術を商品化しています。私どもの製品はトルクドライバーシステムになっております。型式はコントローラーとドライバーのメカそれぞれございまして、コントローラーが TN301、そしてドライバーが ABL100PC01H の U プラス S となっております。もともと30年以上前からですね、私どもドライバーシステムを開発販売しておりまして、当初は腕時計のムーブメントのネジ締めを高精度に締めれるものをということで、まず開発したのがスタートとなっております。それ以降ですね、10年ほど前からハードディスクドライブとかですね、そういったところでのネジ締めということで数多く世界中で採用していただいております。私どものドライバーシステムはですね、まず締め付けたいトルク値を設定すると必ずその力でそのものを締めるということができます。例えばワークの条件が変わったから締まり方が変わるといったことはございません。必ずそのトルクで締めることができるドライバーです。こちらの画面はですね、リアルタイムモニターという機能になりまして、ネジ締めのその瞬間瞬間の、トルクのカーブをそのまま、ビジュアル化して、出すことができます。コントローラー TN301 の特徴はドライバーとコントローラーを接続すると自動的にドライバーの特性を認識し、常に電流で制御をしながら高精度なネジ締めを行い、ドライバーの回転速度も表示してネジ締めの合否判定とエラー番号を表示します。また各種の設定もカスタマイズあるいは複数プリセットができ、外部の PC やシーケンサーへのインターフェースも標準装備しています。 Dig Info News。